皆さんこんにちは。埼玉県にあります西川口キリスト教会の牧師斉藤信一郎です。神様の言葉には心を清め、強め、そして日々新しくしていく力があります。エゼキエル書18章21節から32節。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。しかし正しい人が正しい行いから遠ざかり、不正をし、悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならない。あなた方は主の態度は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり、不正をしそのために死ぬなら、彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、公義と正義とを行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き死ぬことはない。それでもイスラエルの家は主の態度は公正でないと言う。イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の御告げ。悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ。だから悔い改めて生きよ。この世界を創造された神様は公義と正義を喜ばれる神様だということがエゼキエル書で語られております。その神様は公義と正義を愛されるゆえ、私たちの罪をそのままにはされません。ですから私たちが罪を犯したならば、それをそのままに放っておくのではなくて、私たちが悔い改めるようにということを繰り返し繰り返し私たちに神様は愛を込めて導いてくださっています。あなた方は公義と正義を行いなさい。そしてもし罪を犯した場合なら、それを悔い改めて私に立ち返って
私の講義の中に再び戻りなさいと、そのように進めてくださる神様です。このような神様に対して、しかし実は逆に不平を言ってしまうのが私たち人間なんだということを25節と29節で示されていきます。25節にはこう書いてあります。あなた方は主の態度は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。このことが繰り返し29節でも語られているわけです。実は私たちが罪を犯して、そしてそれに対して罰を受けるのは当然だという考え方が私たち人間にはあるわけですね。ですからその罪を犯したのにその罪が許されるという、神様がそういう罪人の罪を許されるということをそのまま素直に喜ぶことができないというのが私たちの現実なんじゃないでしょうか。そのようなことがここで明らかにされているように思います。けれども実は私たちが罪を許されるということがどれほど本来難しい困難なものなのか、そのことを私たちがわきまえないときにこのような不平不満が出てくるんだろうと思います。実は今日の箇所をよく読んでみますと、罪が許されるということはそう簡単なことではないということが分かってまいります。21節と22節のところよく見てみますと、この箇所にはですね、すべてという言葉が何度も繰り返し出てくるんですね。具体的には21節を見ますと、しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら彼は必ず生きて死ぬことはないとありますし、また22節でも、彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きると、そのようにあるわけです。ここで私たちが見落としてはならないのは、私たちがある罪を悔い改めたらそれでいいということではないんですね。私たちに神様が求めておられる悔い改め、罪を悔い改めるということは、私たちがこれまで犯してきたすべての罪を悔い改めるということが前提になっています。そうなるとこれは私たちに簡単にはできないことなんだということがお分かりいただけると思います。そして聖書はすべての人が罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっている、つまり言い方を変えると神様の罪の許しを受けられなくなっているとも理解することができる言葉ですが、私たちがまず神様の前に本気で自分のすべての罪を心から認めて悔い改めていくということなしには、神様のこのすべての罪を許していただけるという祝福は私たちのものになっていかないんですね。まずそのことをしっかりと理解しておく必要があると思います。ではどうやったら本当に私たちはすべての罪を認めて神様に許していただくことができるようになるんでしょうか。実は私たちがだけではそのことはできないというのが、聖書を通して神様が私たちに伝えてくださっている真実であります。私たちがすべての罪を心から神様にお詫びすることができない、悔い改めることができないからこそ、神様は私たちの罪を御子イエス・キリストに背負わせて、イエス・キリストが私たちのそのすべての罪を背負って十字架におかかりになり、そしてその罪の罰を黄泉に下ってまで受けてくださったお方であります。
このイエス・キリストが私たちの全ての罪をあがなってくださったからこそ、私たちは神様の御前に心から自分の罪を認めて、そしてその全ての罪をお許しくださいと祈るときに、罪が許されるものになっていくということだから、本来は私たちはとやかく他の人に対してですね、どうしてあの人の罪が許されるんですか、どうしてあの人は私よりももっと恐ろしい罪を犯したのに罪が許されるんですか、本来言えないわけです。すべての人は例外なく神様に許していただけないほどの罪を犯していて、ただ神様が使わせてくださった御子イエス・キリストを通してだけ私たちはすべての罪を許していただくことができる。それが神様の福音であります。神様だけが私たちのすべての罪を許してくださることができる救い主なのであります。そしてそのような神様が、私たちがただ単にこれまで犯したすべての罪、それからこれから犯すであろうすべての罪を許してくださるという約束をされただけではなくて、さらにもう一歩進んで私たちに嬉しいことをここで語ってくださっています。31節と32節ですが、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから悔い改めて生きようと、そのように続きます。神様が私たちの罪をなぜ許してくださろうとしているのかということですね。それはもう一度私たちが神様から新たな新しい心、新しい聖霊の助けをいただきながら、日々神様の公義と正義に歩むことができるようにさせてくださる、その目的のためであります。私はかつて飛行機に乗るときにですね、その検問所を通るわけですけれども、そこで引っかかったんですね。何がいけなかったっけ、あ、そうだ、携帯電話があったって言ってですね、携帯電話を渡しました。そしてまた通ってみるとまた引っかかったんですね。まだ何か飛行機に乗るために、ダメなものを持っていたんだろうか。調べてみますと、そうすると今ここにも持っているんですけれども、実はこの鍵にこういうナイフ付きのですね、こういう便利ツールを持ってたんですね。これも預けなければなりませんでした。飛行機に乗るためには一切の危険物を取り除かなければ乗り込むことができないんですね。このことは私たちが天の御国に招き入れられる神様の真の許しをいただくときにも同じなのだと示されます。私たちが一つでも罪を持ったままでは天国には行けない、神様の祝福に入れない。私たちは全ての罪を神様から許されて神の御国に入っていくことができる。全ての罪が許されるということは本当に大切なことだということを示されます。ご一緒にお祈りしましょう。私を命がけで愛してくださり、すべての罪から悔い改めて生きることができるように、御子イエス・キリストを通して導いてくださっていることを心より感謝します。どうぞ、主イエス・キリストが勝ち取ってくださった聖霊の助けにより、私たちの心と魂と新しい心とで私たちを作り変えてください。あなたの公義と正義に生きることができますように。どうぞ今日も私たちを清め強め新しくしてください。
主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。